める判断のポイントとしては、はい、まあこの花ってこうここっていうところに入ってないとみんな納得しないわけですよね、はい、でここっていうところが一体どこなのかっていうことを分かんなきゃ入れることができないわけです、ね、で17はねこのエネルギーの一番中心の流れがどこにあるのかっていうことをまず見つけるということですね。この今出来上がったところでエネルギーの流れっていうのは常に下から上に立ち上っていくっていうことで押し量っていかなきゃいけないんですね。あの下から上に読み込んでいく理由としては常に我々重力の力に支配されてるわけですね。重力っていうのは下に引きつける力です。地球上に重力があるからこのものがここに落ち着くわけですね。常に我々はこの重力の中にいるってことをまず意識しなきゃいけないですね。そうです、考えたこともあります。考えたこと、まあ、大体普通の人は考えないんですよ。でそれ当たり前ですよ。当たり前にあることだから考える必要性はないわけですね、でも経験として例えば元気がない時はどうします？あ、もう疲れちゃったなってなると、まあ、横になったりしますね。1日1回必ず横になりますよね。まる体休めてるってことですよね。で横になるっていうのはあれ重力との関係で言うとどういうことですか？まあ、楽になる楽になりますよね。重力は下にずっと引きつけてるわけですから、ってことは横になることで楽になるってことは重力に抵抗してないってことなんですよね。で抵抗しないってことが体を休めるってことにつながるわけですよね、はい、ってことは立ってるってことは疲れるってことなんですよ。そうです ね、 ね、うん、なんで疲れんのっつったら重力があるからですよ。重力がなかったら立てようが寝てようが関係ないんですよ。そうですね、まあこう浮いてればいい、ね、浮いてればいいわけですから、はい、っていうことは立ってるってことはとても大変なことなんですよ、重力があるせいで、あるせいで、うん、で我々が元気であるときには、はい、立って活動できますよね、うんうん、で分かりやすく生きてる姿が人に伝わるわけじゃないですか、はい、伝わります、うん、っていうことはこれね、生け花とかいうような言葉は日本では使ったりしますよね。花生けることをね、はい、僕も花生けってつけてますけど、はい、っていうことは生けるってことは生き生きとせる、もしくは生きてる状態 を見せつけるっていうような行為でもあるわけですよね。っていうことは生きてるってことのを形の上でどうすればそれが示すことができるかっていうことを根本的に理解しなきゃいけないわけですね、はい、うん、で大体あのみんな分かってるんですよ。だって生き生きとしてるものに、あ素敵ねとか綺麗ねって思うわけだから。でもその理由が何なのかっていうことまではみんな突き詰めないわけですよね、うん、うん、でいわゆる立っててこうやって元気、これ手こうやって上げるんだって重力があるからこう上げるのとこう下げてるのだと元気の様子が違うわけですよ、こう上げてるのとこう下げてるのどっちが元気に見えるか、上げてる方ですよね。でこれも重力があるから上げてると元気に見えるわけです。重力なかったらもう全く関係ないです。下げてようが上げてようが元気である姿なんて僕らの感受性に訴えかけてくることは全くないんですね、うん、丸まってようが逆さになってるが、そうですね、うん、重力に引きつけられてるから立ち上がる重力に反することが元気に見えるっていうような経験をずっと積んできてるってことなんですね。わかりました。わかります、うんうんうん、だから一回こうやって下がるものも一回グッと力強く立ち上げることで下がってくる姿がしなやかで美しいってイメージになるわけです。だから一回立ち上げなければ下がることも美しくないってことですね。でこれは重力があるから全てのことが出来上がってること。で先ほどエネルギーの流れは下から上に立ち上がってますよって言いました。ということはこういう形があるのものもしくは生きとし生けるものの、が存在している中でその脈が生きてることを証明するののエネルギーの流れっていうのは下から上だってことなんですね、うん、なんかそういうこう老成していく死のイメージももう匂い始めてるものと
生命力がもうパンパンにまだ膨れ上がってるものとか組み合わされてると、いわゆるより大きな命のサイクルみたいなものをイメージすることはできるわけですよね、うん、ただはつらつと美しいものがバンバン花が咲いてるものが塊になってるものよりも、もっと深いイメージがこういうものの中には備わりますよね、うん、だから枯れたものっていうのはいわゆるこう単なる青春とかそういうものじゃない、もっと長い人生のスパンみたいなの、もしくは自然の中での大きなサイクルみたいなのをイメージさせることができるということなんですね、うん、だから説得力があるんですよ。だから僕がこう桜の木が一本こうなってて、それにこのあけびが絡んでたものを今一つ面白くないなと思ったのは、それだけだとやっぱちょっと説得力に欠けたわけですね。もしくはこの元気でありすぎるこのあけびたちの姿が、まあ、僕にとっちゃあまりにも神々しかったのかもしれないですね、うん、僕も僕の人生においてはもうそんな時期はとうに過ぎてるわけじゃないですか、うん、もう老成に近づいてる年代なわけですよでそう考えると、まあっていうよりはもっと深い世界のことを知ってるから、うんうん、だってもう青春ではないし、でそれまで苦労してきた自分の人生もあるから、そんな若くてはつらつとしたものばっかりなんか叩いてる場合でもないわけですよね。自分自身の人生、これから先の自分の人生も含めてもっと深みがあって、こう苦労性していくことに楽しみを覚えるとか、そのことに誇りを持てるみたいな、そういう多分世界観を作りたいなっていう感情が常にあるんだと思うんですね。だからこう枯れたものをとの組み合わせみたいなの方が、しかも細いより太い方が力強いでしょ、はい、そういうことで、で出来上がったということですね、はい、ここまで。であと花を入れるのに脈の話をしました。下から立ち上がるエネルギー、はい、で今こう立ち上がりながら最終的にはこっち側に向かう力強いですね。前に来る、うん、そして太いこの木の部分もこうなってる、この場所においてはすごく理想的な動きなんですね。でどういうことかっていうと、左から光来てますよね、うん、はい、植物は光を求めて成長してたり生きたりしてるわけですね、はい、で光のある方向っていうのは我々の人間の感情においては未来とか例えば希望とかそういうものを感じるのが明るい方だったりしますよね、うん、例えば暗くて光のない方向っていうのはもうこれからそっちに向かおうとわざとするっていうのはもう無理やり苦労しに向かうみたいな、そんなイメージあるわけじゃないですか。狭くて暗いよりも広くて明るい方に行きたいわけですよね。で植物も同じなわけ、どっちかっていうと植物の方がそれが如実なわけですよね、生き方としては、うん、っていうことはこの花は自然と向こう側に向かうような展開で生ける必要性があるってことなんですね。左の方におのずとで今こうなって、今ぐーっとこう木がこう回ってますから、ここに真ん中あたりに深い光をぐーっと取り込む深い場所があるわけですね。懐みたいなものが、わー光来ましょうみたいな、でここに受けてるわけですよ、わーっとこうだとして、うん、っていうことはもうエネルギーはこう立ち上がって向こう側に行こうとしてる、っていうことは花はこういうふうに向かうように行けるべきで、しかもぐわーっと懐深いところに花がスポンと入ってきてたら、わあここに入っててよかったなって人は思うわけですよ、うん、で花の位置もそのようにして見つけていくってことですね、うん、でも見た瞬間にもうあそこ入れようかなってことに大体の人はなるわけですよ。うん、でその理由は何なのかっていうふうに推し量っていくと、今みたいなことが理由だったってことなんですね。でも僕最初からその理由を見つけていけてるわけじゃなくて、感覚的にここだなと思ってまず行けるわけですよ。で行けた時によかったら、その良かった理由を今みたいなことを重ね合わせていってチェックしていくわけですね。あの法則にこうそぐわない形で行けられてるなと、あだったらこれ OK だなと、でそれで OK 出せるためには自分の中で確信を持つためにはそういうデータが必要だということで、行けるときには考えないですよ、うん、あいいねいいねかっこいいねって、じゃあ花あそこ入れよって入れてみて、あいいね OKOK、みたいな、
でその理由は大丈夫かなと思って、ふん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 見て、追いながら見てって、うんうん、オッケー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 って言って、はい、じゃあ出来上がりみたいなことなんです。そこからなんです。だからそういうあのこのチェックポイントみたいなものを持ち合わせてるかどうかで自信を持って花いけられるかが変わってくるわけですね。そうですね。そうそう、感覚だけに頼ってると、感覚っていわゆる体調が優れない時だってあるから、はい、感覚って体調優れない時は鋭くならないじゃないですか。感覚だけだと分かんなくなってくる時があります。そうなんですよ。だからそのためにはチェックポイント、チェック項目がやっぱり必要になってくるわけですね、うん、それでこうやってこっちじゃ戻る。こっちもどんどんここだっけ。最初こっちだ。やめちゃうか。っていうことでこう出来上がるわけですね。だからね、この花なんかをこういう花いらっしゃいます。綺麗に生けようとすることとかそういうことを具体的にしていくのにちゃんとノウハウを持っていればそんな難しいことじゃないんですよね。あとは素材ちゃんといい素材と出会えるかどうかっていうことでもあるから、わざわざ山取り行ってますから、その中で吟味して取ってきてるから、それはこれで下手打ったら僕も脳なしですよね。脳なしの論理なしみたいなことになってる。いや、そういうことなんですよ、うん、そういうことであるってことを理解してないとダメだってことです、うん、もうあそこに入れるしかない。しかもこれ見てください、これほら、のれんを開けてるどうもこんにちはみたいな、いわゆるここのね、こう きれいにこう間があって、その間からポンと花が出てきてるみたいな、うん、そうすると手前と奥行きの関係性もあって、いわゆる空間的にも深みが出てきますよね。はい、さっき器とこの奥と本当にあの花と全部のなんかバランスが、まあ、法則に従うと、まあ、間違いを起こさないってことですよね。ただやるときは法則法則とはやらないですよ。とにかく感覚的にやって、でそういうこうチェックする機会みたいなものも何回もあれば、はい、そのチェックのこうシビアさみたいなのも高まってくるし、感覚的にやった後で今のチェック項目拾ってって大丈夫かどうかをこう確認して OK を出していくみたいな作業な、はい、はい、以上です。はい、ありがとうございます。ちょっと僕変動にしてこれはね、あのこのピック隠しに使ってたんです。あ、そうなんですね。ピックが全然わからなくて、そっちからだと分かんないんです。素晴らしすぎてここの場を動きたくないですね、本当に。これあ、上から見た時にちょっとピックが見えるってことです。そうそう、ちょっと見えるピックを隠そうとして、隠れないな。ちょっとカバーするだけでも気を使ってるっていうことが伝わる。本来はこれね、器にしっかりと水が入っていれば、入る状態であればピックなんか使わなくていいんですけど、もうある程度いけて、いけ終わった後に水漏れが分かったから、もうなんか器変えるの嫌だなと思って、まあ以上です。はい、ありがとうございました。あの、花いけてください。